速報、ルートン橋岡大樹さん、プレミアリーグ初出場ギター。橋岡大樹がプレミアデビューのルートン。2点差を追いつくもアストンビラに2-3で惜敗。リーグ戦4連敗。さっきのノッティンガムもだったがこれが残留権のチームの底力か。橋岡はなかなか良かった代表を呼ぶのかな今月。こいつ使えるという評価はもらえたんじゃないの橋岡。橋岡途中交代で入ったのか。4位相手にこれだけできたらワンチャン残留あるかもな。橋岡センターバックやってんのか。サイドバックボランチからセンターバックとなんでもやってる橋岡。橋岡おめ、全然悪くなかったぞ。割と通用してたのくさ。左センターバックで普通にプレミアでやれてる。現地民からスタメン期待する声もあるね。投入後に追いついたのは好印象だろうな。橋岡って右も左もできるんか。めちゃくちゃ使い勝手いいやん。冨安の介護官的な感じか。普通にやれてんじゃん。まだ1試合だからわからないけど、日本人アタッカーは相性悪いけどディフェンダーは相性いいのか。次からスタメンいけないかな。ライバルポジションの選手がどのレベルか知らんけど、アストンビラから勝ち点1取れたら儲けだったけど、そんな甘くはないか。